今回は近鉄四日市駅から歩いて10分ほどの謎のスペースについて紹介します。それは点滅している点のところにあります。こちらが今回紹介する謎のスペースです。線路がもう一本敷けそうな空間があります。そう、以前ここには線路が敷いてありました。1986年まではここに浜田信号所が存在しました。信号所は列車の行き違いを行うために設置されていました。ちょうど列車がやってきました。列車内からもこの跡地の様子を見ることができます。では列車内からの様子を見てみましょう。四日市駅に乗車しています。左側の空いている土地が浜田信号所跡です。架線柱の幅も線路2本分の広さがあります。土地がだんだん狭くなり単線分の幅に戻ります。そして30両ほどで終点のあすなろう四日市に到着です。近鉄四日市駅から近く、列車を間近に見ることができるので皆さんもぜひ行ってみてください。まもなく1番線に列車が参ります。危険ですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。